はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回開封するのはですね、こちら、はい、ワンピースのね、黄金バッジコレクション、これがね、かなり前にもう出てるんですけど、私知らなくてね、買いそびれちゃったんですけど、再販されまして、それが、やっと届きました。はい、なのでね、こちらを開封したいと思います。これね、一応全10種なんですよね、全10種なので、一応10個買ったんですよ。ただね、おそらくね、全種は揃わないと思うんですよね、だからね、この中だとね、もうゾロが一番欲しい。とにかくゾロが出てほしい。で、次にロー、ヤマトって感じかな。ゾロ、ロー、ヤマトが出たらもう勝ちです。はい、ということでね、では早速10個あるんでね、一つずつ開封していきましょう。はい、ではね、1個目早速開けます。あ、こっちだな。はい、ではいきます。もう初っ端からね、ゾロが出てほしい。はい、いきます。せーの。あ、こっちでも、なるほど、そういうことか二重ですね。はい、ではいきます。せーの。カイドウですね。いや、これね、めっちゃすっげえかっこいいんですよ、この缶バッジ。金でね、金と黒、この配色がめっちゃかっこいい。渋いんだよね。これがね、もう出てたっていうのを知らなくてね、調べたらね、再販されてたんで、ちょうどいいから買っちゃいましたけれども。はい。いや、これはやっぱり、一発目はカイドウ。はい。二つ目ですね。はい。いきます。せーの。あ、ロー来ましたね。よし。ローは当たりです。ロー。いいね。やっぱこの縁にね、こういう原作イラストが入ってるっていうのはね、またいいですね。はい。はい、3個目。はい、いきます。せーの。あ、チョッパー、やばい、かわいい、かわいい、チョッパー。はい、はい、では4つ目いきます。せーの。あ、かぶったよ。いや、早い段階でかぶりましたね、カイドウ。あ、やっぱコンプはできないですね。完全にランダムですわ。はい。はい、では5個目。いきます。せーの。うわ、マジか。ちょっと待ってくれよ。早くないか、ダブルの。やっぱ。はい、6個目。もう半分、半分開封したんですけれどね。ゾロが出ねえ。はい、いきます。せーの。ああ、来た、ヤマト来た。ちょっと待ってくれ。ゾロが来ない。いや、ヤマト来てくれたのは嬉しい。よし。はい、7個目。やばい、なんか追い詰められてくるとドキドキするんだよね。もうゾロさえもうね、早く出てきてほしいな。もうドキドキしたくないわ。いきます。せーの。ロー、ローはかぶってもいいけれども、いや、ゾロ出ない。はい、8個目。
もしかしてノーゾロじゃないだろうな。はい、いきます。せーの、マルコ。やっぱちょっと待って、マジでちょっとゾロの来ないかもしれん。はい、9個目。頼む、ゾロ来てくれ。せーの、おー来た。よかった、マジでよかった。危ねえ、うわもうほんと出ないかと思ってた。うわよかった。もうラストのラスト1個だったらドキドキしてしょうがなかったけどね。よかった、かっこいいゾロ。はい、ついにラストですね。まあそうなるとルフィかサンジだな。ルフィとサンジが出てないね。はい、ラスト。いきます。せーの、オールフィー来た。はい、よしよしよし、オッケー。はいはい、ということでね、10個開けましたけれどもね、いやーダブリがね、カイドウ、ロウ、チョッパーと、はい、3つかぶりましたね。なので出てないのがサンジ、キッド、ビッグマム、はい、この3つが出なかったですね。いやーでもゾロが出てくれてよかった。はい、いやこの黄金バッジコレクションマジすごいいいな。マジでこれデザインが秀逸だな。これめっちゃかっこいい。いやーすげえなんか豪華。一応これあれだね、表面に保護フィルムが貼ってありますね。すごい、そういうところいいですね、気使われてて。はい、てな感じでね、今回の開封動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。